今度は1回ずつ回してジャンプと縄を回すタイミングを覚えましょう。じゃあ今度は1回だけ飛びます。1回だけちょっと見ててね。もうこれだけ、トン、これで終わり。親指あるでしょ、手の親指、うん、これをね、親指を回すようにしてください。親指を回すように、ね、はい、1回だけいきます。せーの。すぐに連続で飛ぼうとしないで、最初は1回ずつ回すことで少しずつジャンプと縄を回すタイミングをつかんでいきましょう。